回一回降りないといけないよな。道なりで行けたっけ。多分一回曲がらないといけないよな。いや、内宮の方ですね、あっちの方に向かっていくような形で行かないといけないはずなんで。開発プランね。さあこれでまっすぐ行ったら、あ、いいな、このまま行きたいで行けるんだな、こっち側に入ってた方がいいんだっけ。普通だったらそばの方に行けるんだったら、この真下に置いてね、そばの方に行くんですけど、今日はね、伊豆島スカイライン行くっていうのが、ね、一つの、あれになってますから。しかし本当なんで伊勢市駅に変えたんだろうな。不思議なんですよね。ちなみにレンタカーの利用の場合を考えてるのかなと思ったんですけど、公式サイト見てみたら、レンタカー借りる場合だったらそばがいいですよって書いてあったんですから、あれですね、不思議です。でこれ曲がったら神宮長古館の方にも行きますよってことなんですけど、これはちょっと長古館は多分ね、いざ見るってなったら結構、時間かかるはずなんで、多分それだけで終わっちゃいますんで、今日はもうこのまま行きたいと思います。また改めてね、車で、ね、行きたいところですね。ここら辺も一回歩いたことあるよね。ここの交差点ぐらいまで歩いたんだっけ。伊豆川駅から伊豆川駅までね、駅間散歩ってやったらね、くっそだるかったっていうあれですよね、時に、確かあれしました。確か金のロードだったっけね、なんかありましたよね、ちょっと古い画像はさて出しておきますけど、さあ、あの時はだって内宮もお客さん全然いませんでしたもんね、もうおかげ横丁とかも全部店閉めとってっていう時期でしたから、改めて歩いたところを車で走るとまあ楽ね。ここら辺、あの交差点からここまで来るのに何十分もかかってましたもんね。あっという間じゃん、ここら辺もね、ほら、あれもとか伊勢路に入るから、そのまんま伊勢島スカイラインの方面に、はい、いけるわ、伊勢島スカイラインいけるわ、こっち側でちょっと分かってまずいけど、ここもね、伊勢のインターからすぐにね、伊勢のイオンがありますんで、その兼ね合いでこっちの車線がイオンに混むっていう、あら、すぐ確か伊勢島スカイラインに入ってく道があるはずなんで、こっち側におらんと私もまずいんだよな。どっから伊勢島スカイライン入ったっけな。あ、あと今のうちあれよって言えばよかったな。あ、まだ好きだったのか。そしてまあ、お伊勢参りを済ましたらそばに行けてくださいってなるとね、そうするとまだあっちの方の伊勢島観光できますからね。そう言うて結構エリアが広くいろんなものがありますからね。で、内宮前の駐車場は90分待ちか。えぐいな。この辺りも本当全然車いませんでしたもんね、前に歩いた時はね。変則的な交差点ですからね。そこのラーメン島地さんって行ったことね、今日気になってればいいんだよな。でもうこの辺りから、ああもうすごいね、もうお伊勢参りの駐車場もういっぱいだ。うわーうわー、この辺りはノータイム1000円か。さすがですね。Thank you.
私は伊勢志摩スカイダイビング行きたいんだけど、これは多分あっちだよね。駐車場に入る車で混んでんだね。ですので、まあ運転不慣れな感じの車が多いのでね、こっちが意外と、これで、右折方左折すれば、伊勢志摩スカイラインの方に入ってくるんだったっていうような、この辺りもですので、駐車場を止めるだけでね1000円とか、かかっちゃうんでね、高速で移動してるなんてことを考えたら、やっぱし近鉄特急使うっていうのは全然割高感はないんですよね。臨時駐車場がある兼ね合いでそっちに向かうので混んでんだ。いやー、すげえな。うわー、でここに赤福本線じゃない、もう一度ね、赤福か伊豆塚線だったっけな、ありますよってことで、でこれが伊豆塚ですね。京順の伊豆津のね、あれになった伊豆津川っていうのでも有名ですけど、実は自動車の伊豆津自動車もね、ここの伊豆津川から撮ってるらしいですからね。よっと、こんなところで、こんなところから、そこにあるのね。抜けてしまえば、イケスマスカイラインに行く人はそんなにいないのかな、どうなんだろう。さあ、ということでイケスマスカイラインに入りましょう。展望、足湯あるじゃん、十字架の駅だからちょうどいいじゃん。あ、でも結構利用者さん来ますね。さあ、ここから入っていきます。やっと一つ目の、名所スポットにやってきました。伊勢志摩スカイラインですね。